にちは、ハミングバードの金沢です。今回はですね、長年作ろうと思っていて、できなかった商品なんですけれども、やっと今回新しい工場さん見つけて作ることができた商品なんですけど、僕は履いた瞬間に感動したんですけど、もうこれですね、リネンの底パイルなんですけど、とにかく気持ちいいですね、本当に。一時期ハミングバード一番最初の頃を作っていたパイルがあったんですけど、それがですね、機械が壊れちゃってもう一生できないっていうことで、ずっと探し続けてたんですけど、やっと作ることができたんで、若干違うんですけど、形的にはこの子がまず表ですね。本当に綺麗なリネンのまばらな色味っていうのがきちんと出てて、一番すごいのが裏ですね。こう見ていただくと分かるんですけど、本当に綺麗なパイルで組まれてるんですね。すごい綺麗に、これパイルの部分全部 100% リネンなんですね。もう触っただけで気持ちよさあって、僕みたいにリネンが好きな方っていうのは本当に触った瞬間にこれはいいわっていう商品なんですけれども、なんでその工場さんができないかっていうと、そもそもですね、リネンって、皆さん使ったこと、使用したことがある方は分かると思うんですけど、糸がめちゃめちゃ硬いんですよ。天然繊維でも一番硬いって言われてる糸がリネンなので、そういう部分では持ちもすごくいい分、最初のうちってめちゃめちゃ硬いんですね。そのめちゃめちゃ硬い糸を機械に入れるってことは、特にそのパイルを組もうとするっていうのは、並大抵の機械のセッティング、機械のその一目一目のセッティングじゃないんですね。で、大体の工場さんっていうのは、特にリネンのパイルなんか、針が折れる可能性がめちゃめちゃ高くなるんで、断られますよね。ほとんどの場合皆さん断ってくるんで、どうしようどうしようっていうのでずっと探し続けて、やっと本当に2年越しぐらいにひたすらに探し続けた結果、本当に素晴らしい工場さんと巡り合って、この子ができたんですけど、リネンの特徴として、前のリネンのゆるハイソックスの時にもお伝えしたんですけど、先ほどと同じように、要はまず一つは丈夫っていう部分で、この子本当に使い続けたらどん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 どのぐらい持っちゃうのかなっていうぐらい、前回の今は販売してないタイプのリネンのパイルはですね、僕2年間履いていてもまだ穴が開かないっていう、どこまで持つのかなっていうぐらいので、試作で僕の方は 1,2 ヶ月ぐらい履いてはいるんですけど、まだまだ全然持っちゃうっていう部分と、あともう一つはリネンは本当に速乾性がすごいです。天然繊維の中でも一番の吸水性と発散率って言われてるのがリネンなんで、綿に比べて3倍、ナイロンポリウレタンとかに比べると何十倍っていうぐらいで吸水して、リネンってすごい糸の中が全部空洞なんで、そこに全部群れをグッて吸ってもらって、でガッて全部外に出してくれるんですね。なので群れにくいって、だから夏にはぴったりって言われてるのがリネンなんですね。なんですけど、実はですね、ヨーロッパとかの、要は、高級ホテルの高級寝具ってほぼ麻なんですよ、実は。で、麻を使い始めたのって、一番最初に使い始めたのって、確かロシアのすごく寒い地域が、一番初めて、ハンカチとして使うようになったっていうんで、本来は、寒いところにも全然使えるっていうのが理念なんですけれども、日本人のその特徴として、麻イコール夏だよっていうふうに販売してるメーカーさんがすごく多いんで、麻、理念っていうのは夏っていうイメージが強いんですけど、もちろん夏にもきちんと対応してくれるんですけど、あとちょっと肌寒い春とか秋の時期っていうのも全然問題ないですね。その理由っていうのは、リネンっていうのはあったかい空気を、その暑い蒸れとか湿気っていうのは全部吸って外に出してくれるんですけど、リネンの繊維帳をよく見ると分かるんですけど、すごくゴワゴワしてるんですよ。で、空気層がとにかく多い糸なんで、その分で、あったかい空気だけ溜め込んでくれて、全部外に出してくれるんですね。なので、蒸れずに、暖かいっていう部分で、かなり、要はだから本当に夏、真冬はやっぱり若干寒いです、リネンは。真冬の本当に5度以下の、
季節になってくるとかなり足が冷えてくるんで、そういう部分でやっぱりシルクとか綿の方がその保温性っていう部分では強いのかもしれないですけど、本当に真夏のその汗をめちゃめちゃかく時期っていうのは全部吸って全部出してくれるけど、あのキンキンに冷えない、ちゃんとあのある程度の温度は保ってくれるんで、でプラスでその今回はリネンで 100% パイル組んでるんで、まあクッション性が全然違うんですね。まあこんな感じで 100% リネンでパイルを組んでるんで、まあ本当にこのリネンを楽しみたい方はかなり足に入れた時にザッてきます。それがまたスー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 ごく気持ちいいんで、でもう一つはあの空気層があればあるほど暖かいんですよ。要は空気が、あったかい空気を溜め込んでくれるんで、パイルってなんであったかく、あったかいって言われてるかっていうと、空気層が多いからあったかいんですね。自分の足の熱を全部あの溜め込んでくれるんで暖かいんですよ。なので今回リネンでさらにパイルにしてるんで、蒸れずに暖かいっていうのがこの子の特徴です。まあもちろん先ほど言って夏も全然使えるんで、もう本当に、ちょっと興奮してるぐらい、僕がかなり興奮してるぐらい素晴らしい靴下なんで、で、あともう一つがですね、ここ今回あのリネンってやっぱり滑りやすいんでゴム入れてます。この部分でゴムを入れてるんですけど、どうしてもやっぱり締め付けっていうのはきます。ストレスフリーとか、あとゴムなしのタイプに比べると若干やっぱり締め付け、リネンってすごく滑りやすい素材なんで、ゴムはきちんと入れないといけないんですね。でその部分では締め付けっていうのが若干くるんで、本当に締め付けがダメな方とか、あとむくみやすい方っていうのはそんなにお勧めできないんですけども、朝好きの方は本当にたまらない商品です。僕天然繊維で一番好きなのは下手したら朝なんで、まあ本当にローテーションですね。2日に1回ぐらいこの子を履いちゃってるぐらいで、まあ何がすごいってリネンをこんだけリベラっていうその日本の国産であるリネンでは一番いいちゃんとしたリネンを使ってるんですけど、僕らもでそれを90% まず混率に入れて、パイル部分は 100% で組んで、お値段が1400円なんですね。もう笑っちゃうぐらい安くて、おそらくこれ他の工場さんでこの値段でできるとこなんかほとんどないです。まあここまでやってこのクオリティで1400円っていうのは本当に破格の商品です。で持ちもですね、おそらく多分女性の方が普通に履いちゃえば1年は持っちゃうんじゃないかなって、下手したら1年2年いっちゃうかもしれないんで、そういう部分では本当にその長く朝を履きたい、長く愛用靴下をしたいっていう方にはすごくぴったりな商品だと思うのと、あと最後に、要はリネンはですね、使えば使うほど綿自体、繊維自体が壊れていってふわふわになっていくんですね。まあそのふわふわになった画像が今回これではないんですけど、リネンのゆるハイソックスの方に YouTube で載せてるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、要はふわふわになっていくんで、そうすると、綿よりも柔らかい風合いになるんで、綿より柔らかい風合いで、要は吸水率がとにかく高くて、蒸れずにふわふわの状態でずっとお使いいただけるんで、これはもうめちゃめちゃおすすめです。まあ、本当にハミングバード始まってこれでかれこれ 4,5 年経ったんですけれども、まあ 4,5 年の中でかなり僕がその中でも興奮する商品の一つかなっていう部分で、もうぜひ本当に履いていただければ素晴らしさっていうのが分かりますので、まあ一度お試しいただいて朝好きの方にはもう大絶賛いただけるんで、で、まあ我々は全国の小売店さんで販売しています。卸で販売させていただいてるんで、要は各都道府県に必ず1店舗はあります。まあなるべく真に1箇所っていう部分でコンセプトにはしてるんですけれども、まだまだそのどこの地方で何市っていう部分では対応ができないかもしれないんですけど、基本的に県には必ず1箇所あります。なので実際に見てみたい方とかがいらっしゃいましたら、僕にぜひご連絡ください。ベースの方からでもインスタグラムからでも大丈夫なので、ご連絡いただければ僕が全力を持って探して小売店さんに連絡アポを取らさせていただきますので、まあ、ぜひね一度本当にもう本当に素晴らしい商品なんで使っていただければ
理解していただけるんじゃないかなっていうのは思いますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。